落語で健康を語ろうっていうコンセプトなんですよ。でやっぱり健康のこと、あるいは病気のこと、なんかドラマがそこに生まれるじゃないですか。でそのドラマをこう表現して、人と人とのつながりの中から何か健康に関するメッセージ、楽長ならのメッセージをこう出していきたい、こういう楽語は健康楽語ですね。だからやっぱり医者としてまあ何十年も患者さん見てましたから、やっぱりその経験っていうのが反映されているんだと思いますね。信じらんないでしょ、胃カメラ飲むの大好きだって。立川楽長さんは飯田市出身、医師として病気の治療に当たる一方で、46歳にして子供の頃からの夢だったプロの落語家としての活動も開始しました。医師の知識と経験を生かしたオリジナルの健康落語で、笑いを通して病気の予防を呼びかけています。笑うことによって実はね、人間の免疫機能が高まるんですよ。で免疫っていうのはね、がんをやっつける非常に大きな力なんですね。で免疫ってどういうものかっていうとね、自分以外のものを認識して破壊する能力なんですよ。でこの免疫細胞で第一線に行く切り込み隊長みたいなのがナチュラルキラー細胞っていう名前の細胞なんですね。今 NK 細胞でね、よく健康雑誌見るとありますけどね、訳してますよ。でこのね NK 細胞が元気なくすんですよ。でどういうことで元気なくすかっていうと、過労とか寝不足とか不規則な生活とかストレスですね。つまり現代社会にいっぱいある、現代社会に特徴的なことですよね、これね。これがナチュラルキラー細胞の活性を落としちゃう。だから現代人ってがんになりやすいんですよ。だけどこの落ちた活性をまた正常に持ち上げてくれるものがあるんですね。これが笑いなんですよ。だから笑うことによってナチュラルキラー細胞元気になる。そうするとがんいっぱいやっつけてくれる。つまり笑うことはがん予防なんですね。だから大いに笑うっていうのはね、大事ですよね。立川楽長さんを招いた ABN 信州がんプロジェクト特別講演会を8月19日に開催します。立川楽長さんの健康落語と島田秀平さんを交えた楽しいトークも行います。お問い合わせ、お申し込みは長野朝日放送まで。もうとにかくね、ごちゃごちゃね、なんかその健康情報を得ようとか、ね、役に立つ情報を仕入れに来る、もうそういうこと考えないで笑いに来て、もうとにかく笑いに来て、もういっぱい笑って帰ってくれたらもう健康になるんですから、とにかく笑いに来てください。